はい神、えー、サプライズを一番最初にこう使ってですね使い方はまあまあこれでいいんじゃないかなと思いながらなんですけども最初の1時間中残り26分になりましたえっとね動画を何本か撮ってるとあっという間に時間経つんでねあのさっき始めたばっかりなのになみたいな感覚なんですけどもでもまあ1時間のうちの半分ね30分経ってますね今3時2分ですで肩が上がるかっていうとやっぱほとんど変わってないですね まだそんな変わらけないですねまだねまだこんな1回目で,でもなんとなくねここら辺が温かいような気がしてきましたね温かいかもしんないなみたいなただ本当に目に見えた頃なんですかね圧力とか刺激みたいなのとかねビリビリっていうのは感じないです、まあ、でもなんか効くような気がしますねブラジーボ工具じゃないですけども私この神サブライズねあのいろんなことに効果が出ると思ってるんですよですんで 今回ね、やらせてもらいましたけども、あの、やっぱ髪の悩みとか、たくさんの方が抱えてらっしゃると思いますんで、そちらにも使っていきたいなと思いますし、あの、これ、白髪の改善とかになりますかね、の家さんね。私、白髪多いんですよ。ですぐ出るんですよ。で、今、染めてまだ1週間ぐらいしか経ってないんで、真っ黒ですけども、本当にすぐね、生え際から白くなってきて、もう白いんですよ、この辺とかすでに。だから本当に今ね、1ヶ月に1回は最低染めることにしてますけども、 染めにに行く直前なななんんんてて本当おじいいちゃんみたいな髪になってるんですよねあの木川浩二さんみたいにパシッとね亜種で綺麗に染まってればいいんですけども単なる白髪です <laughs> しかも黒いところと白いところとモヤモヤって出るんで汚い白髪なんですよねそのうち私ね1ヶ月にね2回とはいかないですけども1ヶ月に1回の染めのペースを2ヶ月に3回ぐらいにしないといけんかなと思ってますねお金もかかるそれを考えたら白髪がもしねなくなるんだったら髪サプライズが 家にあってもいいなと思うんですけどねでも特屋に行くってお金もかかるけどもそこの人との関わりってのもなんか商品のような気がするんですよ悩ましいですねはいじゃああと24分神サプライズ楽しませてもらいますそれでは